赤の琥珀に白の螺鈿、花文様の鮮やかなコントラスト、本物と見間違えるほど精密な彫刻。およそ1300年の時を超え、正倉院に伝わる宝物を公開する正倉院展。10月27日、関係者を集めて華やかに開会式が行われました。正倉院には約9000点のですね、ご宝物が収蔵されていると言われておりますけれども、えりすぐりのですね、ご宝物59件、そのうちですね、6件は、これは今回初めての出品となるもので、ございます。正倉院宝物の始まりは奈良時代、東大寺の大仏を建立した聖武天皇の愛用の品々を沖崎の光明皇后が大仏に捧げました。それら聖武天皇ご遺愛の品々に、宮廷で使われた調度品や装飾品、大仏の完成を祝う法要で使われた仏具や楽器などが、巨大な木造の蔵、正倉院正倉に納められ、天皇の許可がないと扉を開けることができない直封によって守り継がれてきました。そうした宝物を年に一度公開するのが正倉院展。始まったのは太平洋戦争の後でした。国民を元気づけ、日本文化の素晴らしさを再認識してもらおうという試みでした。今からおよそ1200年前の文化を伝えます御物を今から皆さんにご覧いただきたいと思います。その後、9000件の宝物の中から数十件が毎年公開されることになり、75回目を迎えた今年も、1300年前のものとは思えない貴重な品々59件が出展されました。では今年の宝物を見ていきましょう。まず大仏建立に情熱を注ぎ、天皇として初めて出家した聖武天皇愛用の袈裟です。光明皇后が天皇ご遺愛の品を正倉院に納めた時のリスト、国家珍宝帳の最初に登場する重要な宝物で、仏の弟子としてボロ切れを縫い合わせて作った衣を身につけて修行するという意味から、絹の布にわざと青や緑の絹の断片を縫い付けて樹木の皮のような風合いに仕上げる技法で作られています。一方、こちらは絹の布にオナガドリや草花を染め上げた屏風、布を半分に折って染める技法が用いられているため、左右対称の図柄になっています。文様を見ますと、中央に豊かなですね、花ですとか葉を悠々と広げた草花が茂っておりまして、その周りに蝶とか鳥が集まってきております。色彩も緑とか赤とか茶色とか、非常にこう豊かな色彩で染め上げられておりまして、非常にこう生き生きとした生命感あふれる図柄になっているかと思います。当時最高峰の技術が楽しめる豪華な鏡、赤い色の琥珀と白く輝く夜光貝で全面に花文様を表現し、その隙間に細かく砕いた白や青のトルコ石を散りばめています。こちらは当時文字の修正などに使われた小刀で、
腰から下げて身を飾るアクセサリーとしても使われました。木のように見える柄は犀の角、鞘は黒い漆塗りで、透かし彫りの金具とそこにはめられた赤や青のガラス玉が美しく輝きます。こちらは用途ははっきりとは分かっていませんが、さまざまな装飾技法が駆使された一品です。フックのような部分などには白い象牙が使われ、足元の装飾には裏に金箔を貼った鯛米、木材の色の違いで縞模様を描き出す木画の技法も用いられています。そしてこの杯はシンプルながら実は高級な素材です。なんだかわかりますか？こちら名称西角の月とありますように、西の角を使って作られております。その内部をくり抜いて杯に仕立てた、そういう品になっております。当時日本の、ね、人たちにとって大陸文化というのは憧れの的ですから、そういう大陸でですね作られた当時最高級のですね、こう杯を使ってですねお酒を飲んだり、そういう時間というのはですねとてもこう格別なかけがえのない時間だったのではないかと思います。奈良時代の貴人たちの華やかな暮らしぶりが伺えます。次なる注目は楽器です。精密な絵画が描かれた琵琶、4本の弦の下に象に乗って音楽を奏でる4人の人物が描かれています。太鼓を叩く人、踊る人、横笛と縦笛を吹く人、当時中国で流行した絵画の様式を伝える数少ない作品として知られています。そして裏側は全面にきらめく花や鳥、花の中心は金箔やオレンジ色の絵の具で鯛米の裏側から描き、花びらなどの白い部分は磨いた夜光貝とアワビの貝殻で表しています。東大寺の文字が彫り込まれ日本国内で作られた可能性が指摘されていますが、それには理由が。こちらは正倉院に伝わる琵琶の中でも有名な五弦の琵琶、シルクロードを思わせるラクダのモチーフで知られますが、本体の木材は南方でしか取れないシタンという高級材で、白い貝殻にも同じく南方の夜光貝が使われています。一方今年の四弦の琵琶は本体は楓の木ですが、暗い紫色に染めて見た目をシタンに似せています。そして背面の螺鈿には日本近海でも取れるアワビが半分以上使われていて、夜光貝とはまた違った虹色の光を放っています。異国のものへの憧れというのはですね非常にこう強く現れているんじゃないかというふうに思います。こちらの琵琶はですね文様が小ぶりになって非常にこう柔らかい曲線でですねこう文様が表されていると、ここにですね日本人の美意識がですねこう投影されているというようなことも私なんかは思ったりしております。柔らかな青色をした箱、金と銀の絵の具でインコや花を加えた鳥、草花が描かれています。蓋の裏に東大寺のお堂の名前が書かれ、
仏様への捧げ物を入れたと考えられています。こちらは花のように木を彫刻して作った入れ物です。花の縁の部分は銀の絵の具、花びらは金の絵の具で描き、独特の雰囲気を生み出しています。赤い琥珀の目をした極めて写実的なすっぽん、これは青い石で作られた入れ物です。甲羅には北斗七星が描かれ、すっぽんにあやかって不老長寿を願う人々が大切な薬を保管した入れ物だったとも言われています。可愛らしいおしどりが向かい合うこの織物製の飾りは、聖武天皇の一周忌の儀式で掲げられた長い旗の一部。女帝聖徳天皇の下で権勢を振るった僧道教直筆の文書も見ることができます。実際のですね、ご自分の目でですね、天平の雅の美の世界、これをですね、ぜひ確かめに来ていただければと思います。第75回正倉院展は11月13日まで。今年は朝8時からの開館で、夕方からお得に入場できるデート割もあります。宝物の数々をぜひその目でご覧ください。